カメレオン化は、波中交友うろこう目に分類されるとが、トカゲの仲間に含まれる群ではあるが、一般に独自のものとして認識されている側面がある。これは、以下のような特徴がよく知られているためである。もっとも最初の特徴は、必ずしも正しくなく、体色変化は種によって範囲が決まっているし、その変化も必ずしも環境だけによるわけでなく、 個体の状態や感情によっても変化する。一般的な関心が高く、ペットとして飼育されることもあるが、飼育は容易ではない。サハラ砂漠を除くアフリカ大陸、アラビア半島南部、インド、スリランカ、パキスタン、マダガスカル及びその周辺のコモロなどの、初等最長種はウスタレカメレオンで、全長69センチメートル。体型は川平田市、ガ平ヒラ重心が、 枝の上からずれずにバランスを取るのに役立つと考えられている。全身の鱗は小型で、革骨盤や覆面の鱗に皮膚腺の出る穴がない。体色を瞬時に変化させることができるが、種により変化する色には限度がある。保護色の意味合いもあるが、変色する要素は主に生理的、心理的要因が大きい。視覚だけではなく、皮膚が直接反応し変色する。 後頭部に隆気があり、頭頂部の線上の隆気やその側部の隆気からなる。目は大型で円錐形。まぶたは癒着し、鱗で覆われる。左右の目を別々に動かすことができ、前方の獲物に対し、立体視することもできる。カルンマカメレオン族のように頸部から肩にかけて、左右にそれぞれ皮膚の膜で覆われる種もいる。尾は細く、多くの種で物に巻きつけることができる。 じぎれしない。死は細長い。後指は5本だが、前指は内側の3本の指と外側の2本の指、後指は内側の2本の後と外側の3本の後が融合し、二股になっている。これにより木の枝をつかむことができる。後指の先には爪があり、枝に食い込ませることで体を支えることができる。肩の作りが特殊なため、 恐竜のような絶滅動物と比較されることも多い。系統的には、あがまかに近煙とされる。最古の化石記録は、ドイツのバーデン・ビルテンベルク州から出土した、中心世のものである。1986年に、イや半円形の形態などから、以下のニアカ赤6属に分ける説が提唱され、近年まで主流とされていた。ヒメカメレオンアカブルックスイニーオナガは、東道町よりも短い。 皮膚の表面に突起がある種が多い。肺に角壁がない。半陰形の構造が二重構造。半陰形の基部にヒダがない。カメレオンアカチャーマリアーニニによなは、東道町よりも長い。皮膚の表面は滑らか。肺に角壁がある。半陰形の構造が良い構造で、半陰形の基部に、角片状のヒダがある。以下の分類は、レプタイルデータベースに和名は、 戦国に従う。ほとんどは、樹状性で、地上を歩行するのは、うまくない。ヒメカメレオン類や、ナマクアカメレオンは、地表性で、後者は砂漠に生息する。動きは、艦隊で木の葉などに擬態する効果もあると考えられ、驚いた際に死死を、木の枝から離し自ら下の木の枝や地表に落下する種も、いる。オス同士では角を突き合わせる、噛みつくなどをして争う。 主に昆虫を食べるが、大型種は、蝶類や哺乳類も食べる。エボシカメレオンは、補助的に葉や、果実などの植物質も摂取する。繁殖様式は主に卵性だが、耐性の種もいる。ラボードカメレオンは、約9ヶ月間を卵で過ごした後、孵化して2ヶ月で成熟して繁殖し、4から5ヶ月で死ぬ。これは2008年時点で知られている。 獅子動物としては最も短い寿命と言われる。開発による生息地の破壊、ペット用の乱獲などにより、生息数が減少している種もいる。このハカメレオン属を除いたすべての属が属単位で、ワシントン条約に掲載され、ロゼッタカメレオンは、ワシントン条約付属書愛に掲載されている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。 主に野生個体が流通するが、一部の種では飼育か、繁殖個体も流通する。カメレオンは、珍奇な姿、興味深い習性などもあって、ペットとしての需要はかなり高い。しかしながら、飼育はかなり困難であり、その配慮すべきポイントはかなり独特である。かつては、飼育が極めて困難であるとの認識があり、飼うべき生き物でない。 繁殖は、愚か長期飼育すら難しいと言われてきたものであるが、その後飼育法が次第に確立し、現在ではそこまで言われることはない。カメレオン飼育の困難さは、一般の爬虫類飼育の苦労とはかなり異なるところに、ある。いかにそのいくつかを紹介する。カメレオンという語はギリシャ語のコマイとレオンとされ、おそらく東部周辺の発達した形状や体を、 膨らませて威嚇する様子をライオンに見立てたものとされる。漢字では飛躍と書く。これは古代中国でカメレオンと同じく姿を消すことができるとされた現獣の飛躍が由来となっている。なお、中国では飛躍の他に変色竜とも呼ばれる。目立つ特徴があること、それに一種はヨーロッパにも分布することから古くから広く知られ関心を持たれてきた。 枝の上でじっと動かず、目だけを動かして、周囲を観察する様から賢者に例えられることもある。錬金術等では、熟慮や、賢者のシンボルとされた。体色が大きく変化することから、変幻著しいことをカメレオンに例えることもある。主にアフリカに伝わるカメレオンに関する神話がある。おおよそ次のような筋である。このように、カメレオンは、本来は人間に不死をもたらす。 存在のはずが、結果として人間に死をもたらす存在として語られている。2015年3月10日、スイスのジュネーブ大学に属する研究者チームが発表した研究論文がイギリスの科学誌、ネーチャー・コミュニケーションズに掲載され、その退職変化の原理が解明された。ジュネーブ大チームによれば、多くの退職を変化させる動物の大半は、色素法の一種。 黒色素法で色素メラニンを調整して対色の明暗を調整しているため色の純度は変化できても色調の変化はできない。しかしカメレオンの場合はこの色素法のすぐ下にある虹色素法と呼ばれる細胞層内部で透明なの物質の光結晶が対色を調整していることが判明したと述べている。そしてこの虹色素法の調節は 瞬時に行うことが可能で、退職を即座に切り替えることができる。また、カエルなどカメレオンと同じく単独の虹色素法を持つ他の両生類と異なり、カメレオンは皮膚表層と真相で2つの虹色素法層を持ち、真相の虹色素法内結晶が赤外線を反射することで断裂の役割を果たしている。アメリカエモリー大学は2019年9月11日、 直射日光によって色の変化を引き起こすナノ物質の生成に成功したことを同日付で学術誌 ACS なのに掲載された研究論文の中で発表した。この色を変化する薄膜は色変化に際して体積が変化しないため明細服や塗料、化学センサーなどありとあらゆる製品の材料として利用できる可能性がある。2019年時点の開発素材ではまだ カメレオンと同様に周囲の環境に応じて色変化を実現することは不能で。また、イギリスのケンブリッジ大学でも同様に素材開発の試みが行われており、こちらではポリマー核に覆われた油内の微小水滴に金のナノ粒子を詰め込み、油温を変化させることでナノ粒子の密集、拡散を調整し色を変化させる人工色素法を実現した。 ありがとうございます。